新人さん以外で俺会ったことない人を誰だったんだろう。多分ニゼさんとチャイカさんとシーナさんとか、あの辺は初めてだったな。ああ、ひばりちゃんはね一回会ったことあるんだよね。なんか挨拶したことあるんよね。うん、ひばりちゃんはなんでちゃん付けなの？なんかひばりちゃんって感じじゃない？なんかひばりちゃんじゃない？あの子は俺の感覚、ひばり、いやなんかひばりちゃんなんだよな。ごかん、ひばりちゃんって呼んでる人いないの？他ひばりちゃんじゃないの？みんなひばりちゃんって呼んでないの？うん、ひばりちゃんはなんか元気だからひばりちゃんじゃない？うん、そう、親戚みたいな、いないのかあんまり、なんかひばりちゃんじゃね？他のボルタクションはなんて呼んだの？セラフの呼び方が定まらない長尾家っていうあれを見たけど、あとシッキーはシッキーで、あとカナトはカナトだな。なんでだろうな。カナトはカナトのにひばりちゃんはひばりちゃんなんだよな。なんでなんだろう。なんでなんだろう。わかんねえ。なんかそんな感じ。うん。また変わるかもしれない。絡んだら変わる。いやでもひばりちゃんは俺ひばりちゃんのままな気がするな。うん。なんか可愛くない？ひばりちゃん可愛くない？うん。かっこいいけどさ、かっこいいけどひばりちゃんはなんかやっぱ可愛いよな。うん。うん。ひばりちゃんは可愛いよな。うん。ひばりちゃんはなんかちょっとへこんでたわ。へこんでた。へこんで、へこむ必要絶対ないと思うけど、いやー何もできなかったっすって言ってたわ。いや何もできなかったことはないと思うけどな、全然面白かったけどな。なんかエルさんとサンゴさんがすごすぎて何もできなかったっすって。いやそんなことはないけどな。だいぶついてってたけどな。あーチームメイト確かに濃かったけど、濃かったけど、まあ全然面白かったけどな。うん。ボルタとバルツ見たいね。確かにね、見たいけど、でも人数が微妙なんだよな。バルツが3人なのも悪いし、ボルタクションが4人なのも悪いわ。ジンズ7人ってむずいんだよな。結構勝負みたいなのもできねえし、1人あぶれるし、どうすんだって。7人のバランスがクソ悪くて、どうするこれみたいな。誰かバルツに誰か入れねえといけねえ。レオスか。レオスぶち込むか。うん、リアイズ足すとかは、確かにリアイズ足すとかはあんまりだな。リアイズ足すか、マスラを呼ぶかじゃない。マスラを呼ぶかじゃない。マスラを呼んでもダメだな。どっちにしても1人欲しいな。3人っていねえんだよな。3人の男性ユニットってさ、いないんですよ今。だいたい2人か4人なんですよね。そう、3人で男性。ラナキュラ呼ぶのかわいそすぎないか。ラナキュラ呼ぶのかわいそすぎないか。ね、難しい。ロフマオのロコに3人か。なあ、ワンちゃん、カイラ抜き取るか。そうだな。カイラは両方出てもらうか。なんなら。うん。カイラに2役やらせて、カイラに2役やらせる意味があるのか。うん、結局、こっちに1人呼ばないといけないんじゃないか。ねえ。あ、タズミリか。それだ。そうしよう。リックン呼ぼう。そうだ、それでいいじゃないか。解決だ。バルツにリックンを呼ぼう。うん、ジョーカーです。ジョーカーです。ピース埋まったな。最終奥義。リックン、ボルタがかわいそすぎる。確かに。火力が2桁ぐらい跳ね上がる。確かにな。リックに呼んで、まあ 2-2 にして、麻雀やろ、勝てる。麻雀やろ、そうしよう。うん。
バルツとボルタを2つ2-2に分けて麻雀やろう。勝てます。うん、大丈夫。麻雀強いから、りっくん麻雀強いから、うん、勝てます。